手拍子が終わった後サイドステップに入ります。必ず脇を打ちましょう。その後一番かっこいいところをまず説明します。しっかり足を開いて左手左足がしっかり伸びてる、顔は少し斜め向こうを見て、次反対見ます。じゃあ次はジャケットを払うようにして真後ろを向きます。この時しっかり右手で叩きましょう。そして前を向いた時にしっかりグーを握ります。肘が伸びすぎないようにして、それからしっかり手を開いて壁を押すようにして背中を張っておへそに力を入れて、その次右足に乗り切って足を閉じていきます。ここでは手足の動きをシャープに、とにかくかっこよく決めを作るのがポイントです。レッスン2、リズムを取りながら必ず腰も出して手も上げて下ろして、次必ずおへそを横を向いてしっかり手を張って、で右足を出して右手をしっかり出して、手と2で肘を必ず上げて握って背中を張ります。ここではリズムに乗って手足腰を三位一体に動かすのがポイントです。レッスン3、愛の歌のところからは必ずおへそを左側に向けてステップタッチをします。次は必ず右を、で次必ず右手右足左手です。手のひらを上に向けてグーで、もう一度出した時は外向けます。しっかり開いて必ず壁を押すように開いていってください。背中を張りましょう。ここでは左右のステップタッチを軽やかに、体はサイドでも顔は正面を向くのがポイントです。レッスン4、右足が先に出て手が来た時に左足がフレックスになります。同じように左足が踏み込んでから左手が来ます。逆に下がります。その時背中に手をください。反対も一緒です。でリズムをしっかり足で取って両手をゆっくり上げていきます。遠くにください。ここではリズムをしっかり足で取るのがポイントです。レッスン5、左手を腰に当てて4回キックをします。右足踏み込みから1回2回3回4回目、しっかり手を開いて、この時に正義を示すという気持ちしっかり押してください。それで示すので出してください。だでしっかり握ります。できる限り力強く右肩少し出して挑むように握ってください。ここでは悪を蹴散らし、みなぎる正義感を心に意識して踊るのがポイントです。レッスン6、ではサビです。橋までここで我慢をして、レでしっかり右手を左出して、高速の音、ずっとリズムをとって、で、こうで止めます。で、歌劇団のかで下ろしてきます。で、うーなーれと。しっかり右側に左手を2回プッシュしてください。衝撃ので戻していきます。デイコークカで下ろしていきます。呼吸してください。しっかり1番のサビの部分では力強く手のプッシュを決めるのがポイントです。いかがでしたか？前奏から1番のサビの部分までの振り。さて続いては間奏の部分からセリフまでをレッスンします。見た目は難しそうだけどやってみてください。練習すれば必ず上手になれます。それではレッスン7、間奏の始めの部分の8小節からいきます。右足から伸びてステップステップ、左伸びてステップステップ、次に左手右手重ねて、次右にしっかり向きます。この時しっかり左手を前にプッシュしてください。顔は右側です。
次に両方の膝をしっかり伸ばす。右手を前に出します。この時顔の前にください。そして一度力を抜いて右左側にで右手左手下左手右手下で次右手をしっかり前に伸ばします。次左に伸ばします。で左足に乗りながら両手を下から上げてきて揃えてきます。ここでは手足を大きく張り空を切るように動かすのがポイントです。レッスン8、感想の後半からセリフの終わりまでやってみます。まず右手右足後ろに引きます。そして左足同じです。で後ろに向きます。その時右足にしっかり体重かけて左手は手のひらを後ろに向けてください。そして左足から一周回ります。4歩です。しっかり右手を出してで次右左足左手右手右足そで次に上に伸びます。で手を捨てて後ろ一度向いて左足を右足のところに置き換えて右手を出します。左手を出します。で左足に体重をかけながらゆっくり登ってきます。で次ゆっくり右足をかけながらゆっくり回ってくださいね。ここはで次左足に右足を揃えながら胸に手をください。でさくらさんのセリフとともに手を捨てます。横にください。でセリフを聞いてます。で最後、それが帝国歌劇団なのですの帝国で右手右足を一緒に踏み込んで胸にください。ここではスムーズな体重移動と優雅なターンを決めるのがポイントです。私たち正義のために戦います。たとえそれが命を懸ける戦いであっても私たちは一歩も引きません。それが帝国歌劇団なのです。街の日がサビの部分の繰り返しの部分の説明をします。右手右足斜めの方向に出してそのまましっかりポーズを左手も腰にください。斜めの方向を背中を向けてください。そして、走れ高速の定位こから下ろしてきます。歌劇団ときます。でうーなまで我慢をしてれで反対側左手左足を出します。衝撃ので下ろしてきます。ていこでクロスをしてすぐにかで歌劇団のかで開いていきます。でゆっくりとカウントの中で足を揃えてきます。ここでは指先つま先それぞれに意識を集中させるのがポイントです。いよいよラスト、レッスン10。最後に構想に入ります。右足から左手をしっかり前に出しながら1回転します。そして最後もう1回右手右足をかけて1回転早めに入ります。そして初めと一緒で左手左足しっかり伸ばす。で反対側出します。同じくしっかり右の手でジャケットを払って前に今度は両手広げて出します。この時に本当にやったっていう気持ちで空を見上げる気持ちで手を出してください。ラストは晴れ晴れした気持ちで最後のポーズを決めるのがポイントです。